さて、今日は在宅勤務ですので早速仕事に取り掛かろうと思います。ん？これはきっとワビちゃんの毛だな。なぜかここに座るの好きだからな。椅子は猫にとってもやっぱり椅子に見えるのでしょうか。さて、気を取り直して仕事を。ん？私のガンプラが！一体誰がこんなひどいことを。子供たちか？いや、待て。何か落ちてるぞ。すべての猫がそうなのか、我が家の猫だけがそうなのかは分かりませんが、うちの猫さんたちは高いところにある食器やら何やらを頭突きで落とす習性があります。この習性と現場に白い毛が残されていたことを合わせて考えると、犯人が猫さんたちのいずれかであることは火を見るより明らかです。いくら可愛いからってこんな行為が許されていいはずがありません。早速戒めのために断罪をしていきたいところですが、今さらどの猫さんが犯人かを突き止めることは困難を極めます。そこで今日は連帯責任ということで、まとめて3匹ともお仕置きをしていきたいと思います。さて、どんなお仕置きをしてやろうかと悩みましたが、ガンプラの恨みはガンプラで晴らすということで、今日はプラモデル界隈では有名な世界一黒い水性塗料、新黒色無双を買ってきました。この黒さで猫さんたちをビビらせてやろうというのが今日の作戦です。ちなみにどれぐらい黒いかというと、これぐらいです。いや、まあこれはご覧の通り動画編集ソフトで黒い丸を描写しただけなのですが、本当にこれぐらい黒くなります。冗談だと思う方は早速これから塗料を塗っていきますので、その黒さをぜひその目でお確かめください。では早速ガンプラを真っ黒に染め上げてと思いましたが、血と汗と涙の結晶を真っ黒に染め上げてしまうのはやはり気が引けたので、今日はこちらを買ってきました。これらをブラックホールに変えて猫さんたちの脳をバグらせてやろうと思います。それではこちらの映像をご覧ください。この黒い物体、黒い画用紙を丸く切り抜いただけのように見えますが、そうではありません。信じられないことに、この球体たちを黒く染め上げた結果がこちらです。光を当ててみると、この通り球体であることが見て取れます。部屋の照明を少し落としてみると、なんと、完全に背景の黒に溶け込んでしまっています。これが世界一黒い塗料の実力。これには猫さんたちもビビって腰を抜かしてしまうこと間違いなし。さて、今日はこのブラックホールもどきを使ってこんなものを作ってみました。黒い画用紙で背景を作り、この黒い球体を紐で吊るします。この状態で照明を暗くしていくと、完全に同化。そして後ろにチュールを置いて、この状態で猫さんたちを呼んでみたいと思います。果たして黒い物体にぶつかってしまうのか、はたまたしっかり避けてチュールにたどり着くのか。途中から猫さんたちへのお仕置きというよりは興味本位の実験動画になっているような気もしないでもないですが、早速やっていきましょう。
ほら。どう？何色？